自社をネタにするのも大得意。ワッチモジャへようこそ。今日カウントダウンするのはディズニーがディズニーをネタにしたシーントップ10。 Good morning, sir. Good morning, Zazu. Checking in with the morning report. Fire away. ディズニーが他のディズニーのワンシーンに乗っかったり小ネタに使って観客の笑いを誘った場面をお届けします。 Let's just think about the logic, shall we? Let's just think about it for a second. If it was up there, would I be coming down here to your level looking for it?第10位、チキンリトルのオープニングシーン、チキンリトル。Where to begin? ライオンキングといえば、1994年の公開以降、最も愛されるディズニー映画の一つ。なーつんぺんにゃーまわぎちわわそして映画界において最もアイコニックなオープニングシーンを生み出した作品ともいえます。荘厳で意味深いサークルオブライフですが、実はさほど知名度の高くないチキンリトルという映画の中でネタ的に使われているのです。 I got it, I got it, here we go, here's how to open a movie. なーつんぺんにゃー No, I don't think so, it sounds familiar, doesn't it to you? うん、開始数分で観客を引きつけるいいアイデア。第9位、ブリンクスの船歌、ビバリーヒルズファミリーロビンソン。Oh, thank you for reminding me. Yoo-hoo! Yoo-hoo, pirates! ディズニーランドに行ったことのある人なら、この歌がカリブの海賊で流れていたことを思い出すはず。このアトラクションがあの大ヒット映画と関連付けられる前、1997年に公開されたビバリーヒルズファミリーロビンソンがカリブの海賊の一節を取り入れていたのです。海賊のブリンクスは用法を口ずさんで、あの愛すべき海賊たちを思い起こさせます。第8位、ラジオで白生タタが流れるトイストーリー。ライオンキング公開の翌年、ピクサーの名を世に知らしめたトイストーリーがリリース。 Local law enforcement. It's about time you got here. I'm Buzz Lightyear, Space Ranger, Universe Protection Unit. My ship has crash landed here by mistake. 公開時期が近いにもかかわらず、制作陣は大胆にもライオンキングネタを取り入れてしまうのです。ハクナマタタ It means no worries. クライマックスでウッディは一家の乗る車の背後で大ピンチに襲われます。カメラが瞬時に一回切り替わった瞬間、平和な車内のラジオで白なマタタが流れていることに気づくはず。大丈夫よ、ウッディ。心配ないって言ってたから。第7位、歌って踊るネズミ、マペットの宝島。Actually, Squire, we were hoping to meet with your father. We need a ship for an ocean voyage. Ocean? Ocean? Ocean?マペットの宝島は1996年にディズニーが配給したものです。 Long John Silver, at your humble service. ロングジョンシルバーに対面した際、オウムが乗っているであろう方にロブスターが乗っていることについて尋ねると、ロブスター自身がオウムのように馬鹿げていないと自分を擁護するのです。そして音楽的才能を持ったネズミのようでもないと。What an imagination! First pirates, now talking parrots? What's next? A singing, dancing mouse with his own amusement park? このちょっとした皮肉はもちろんディズニーリゾートのこと。映画公開時にはマペットのアトラクションも存在していたのです。第6位、アンデルセン、アナと雪の女王2。 I love you, Elsa! ついにアウトハランへたどり着いたエルサは、たくさんの記憶の表像の中に自分の母親が父親に向かって彼が読む本について尋ねるシーンがありました。 What are you reading, Your Majesty? Some new Danish author. 彼がデンマークの新人作家と答えたこと、そして表紙の様子から、この本はハンス・クリスチャン・アンデルセンの人魚姫だと推測できます。アナと雪の女王のベースである雪の女王も彼の作品です。ちょっと遠回しかしら。第5位、ザズーが小さな世界を歌う、ライオンキング。ザズーが囚われの身になってしまった時、スカーはザズーが歌で自分を楽しませてくれると期待し、楽しくなる歌をリクエストします。Oh, Zazu, do lighten up.
ザズーが選んだのはディズニーソングの中でも人をイライラさせるのにうってつけな It's a small world。 ディズニーリゾート内のアトラクションが由来。繰り返しに繰り返しを重ねるこの歌は悪名高いスカーでさえイラつかせ、彼はこの曲を拒むのです。 It's a small world after all。 No! No! Anything but that。 第4位、ホッパーがサークルオブライフについて説く、バグズライフ。 So where is it?Where's my food? その人気を考えればライオンキングネタが多くなることも納得。ライオンキングでムファサは世界について教える際、サークルオブライフ、生命の輪という表現を用います。 When we die, our bodies become the grass and the antelope eat the grass, and so we are all connected in the great circle of life。 1998年に公開されたバグズライフで暴君ホッパーも同じようなことを言いますが、こちらは利己的な解釈のよう。It's a buggy bug world out there, princess. One of those circle of life kind of things. Now let me tell you how things are supposed to work. 彼はアリたちが食物連鎖の底辺に属する宿命だと説き、アリたちを圧倒しようとするのです。Oh, come on! It's a great story! How, how, how?第3位、ジーニーがグーフィーの帽子をかぶる、アラジン。ジーニーは映画の中で様々なものに変身したり、幅広い文化を体現します。そして物語がエンディングへと近づき、彼はついに自由の身となるのです。I'm free. Quick, quick. Wish for something outrageous. Say, I want the Nile. Wish for the Nile. Try that. I wish for the Nile. No way! アロハシャツとグーフィーの帽子をまとったジーニーはまるで夢と魔法の王国へと旅立つような装い。Oh, all of you, come over here. Big group hug. Group hug. Oh, you mind if I kiss the monkey? どこへでも行けるとなったらやっぱりディズニーランドですよね。しかしこの装いのモデルとなった人物がいるのです。それはジーニーの声優を務めたロビン・ウィリアムズ。 Sir, pardon me. You're sir there. Yes, sir. Could you give us a little help today? Oh, yes, sir.Well, you're, wait a minute, you're Walter Cronkite, that, and that's the way it is. Hold on, Walter, can you just a moment? 面白いですね。第2位、ティモンが一人ぼっちの晩餐会を歌う、ライオンキング。今までにライオンキングネタはたくさんありました。そのため、2019年のリメイク時に、今度はライオンキングが仕返ししてやりたいと思ったのも当然ではないでしょうか。What's your plan for getting us past the slobbering guards? Live bait.That's a great idea. アニメにはないシーンですが、ティモンとプンバはウサバラシをするため、ティモンがあの有名なディズニーソングの一節を口ずさむのです。Of course, of course. But what is dinner without a little music? Music? ティモンが美女と野獣の挿入歌、ひとりぼっちの晩餐会を歌い始めたら、いつもくさんにダッシュ。Be our guest!この状態でこの歌を歌うことは皮肉で滑稽なことでしたね。続きを見る前にぜひチャンネル登録を。最新動画をお知らせするために通知はオンにしてくださいね。カスタマイズすることも可能です。第1位、バネロペとディズニープリンセスの出会い、シュガーラッシュオンライン。シュガーラッシュの続編として2018年に公開された今作では、バネロペがおなじみのディズニープリンセスたちに包囲されます。はい、一連のシーンはディズニープリンセスを愛してやまない観客へのファンサービスであり、同時にプリンセスの似通った性質をおちょくっているようにも見えます。彼女たちの多くは母親を亡くしていて、すぐ歌い出す傾向にあり、苦悩に陥りがちで、もちろんファッションチェックを欠かせません。 Who made your gown? I've never seen anything quite like it. Oh, this old thing? Oh, I'd so love to have one of my own. As would I. Me too. Best outfit ever. この陽気なシーンではザ・ディズニープリンセスな表現の数々を楽しむことができます。 It was lovely to meet you, Vanellope. And best of luck finding your song. Ach, lang me yad lum rike me a moose nair li yad gurn away a tear dab in his eye. He should back me, lassie! Uh-huh. What did she just say? いかがでしたか？ウォッチモジョのチャンネルから他の最新動画もチェックしてくださいね。チャンネル登録と通知の設定もお忘れなく。